はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、榊優也です。ドリミコードファンの皆さん、お待たせをいたしました。最強コンボを今回はお見舞いしていこうと思います。どういうコンボかと言いますとですね、これまあ言うて OCG だと結構有名なコンボなんですけども、グランドレミコードクーリアというモンスター、このモンスターのリンク先にザーク出すっていう、まあ、ドリミ、はい、覇王ドリミコードというデッキなんですけども、これ何が起きるかっていうとですね、このグランドレミコードクーリア君はリンク先のペンデランモンスターが発動し効果無効化されないよっていう、効果があるんですよ。だからなんか効果無効系のモンスターが、まあ、発動した効果も全部有効化されるっていうなんかギミックがありまして、で、まあ、ザークって簡単に特殊召喚できるじゃないですか、覇王竜の魂で。でただ覇王竜の魂で出してきたザークっていうのは効果が無効になってるんですね。ただザークって特殊召喚に成功した場合、まあ、絶対効果発動できるわけですよ。まあ、無効化されるんですけど、普通だったら無効化されるんですね。これあの全部破系効果、相手フィールド上のカード全部破する効果、これがなんとね無効にならないっていうねコンボなんですよ。これだからグランドルミコードクーリアのリンク先にあのハオールの魂でザーク出すだけです。これだけで相手のカードを全部破できます。まあ、羽根防御サンダーボルトできると強すぎんか。はい、というわけでこのコンボをやっていきたい。でね、ちょっとね覇王系のね強化がまだ来てないんで、マスターデュエルはちょっとねあのすべきするしかないんですよね。覇王竜の魂をこれをサーチするって結構そのワナビーとかさ、あのサーチじゃないけどワナビーはワナビーとかあとリリスとかになっちゃうんで、まあちょっとね成功率はまあ低いかなというところではあるんですが、まあシンプルにあのすべきしてもザーク強いですしね、あのこの辺の視点の竜出せますし、あとまあこのこれ以外のところであのドレミコードで一応戦っていくこともできるんで、まあ、ドレミコードちょっとねなかなか順で組むと非常に貫通力が乏しいというところがありまして、まあ、今回もちょっとペンデラムグッドスタッフみたいな感じで組んでるんですが、まあペンデラムのモンスターが前に出ればいいんで、まあ、例えばまあこのマスターケルベロスとか、あとあのカーテンライザーとか、ね、ちょっと枠の都合で泣く泣く、まあ、ダークブルームとか、ちょっと抜いちゃったんですけども、あの辺も入れられるんだったら入れてほしいですね。で、まあ、ペンデラムデッキ、手札誘発、基本的には入れづらいデッキになってまして、やっぱどうしたってね、事故るんですね。ペンデラムモンスターいっぱい、やっぱスケールと、モンスターを用意しないと、まあ、もともと展開できないテーマなので、誘発とか入れてると事故っちゃうんで、まあ、増殖する地を弾くためだけの、まあ、裏だと、指名者は一応積んでるんですけど、まあ、それ以外はちょっと積めないんで、まあ、あとは、まあ、ちょっと貫通力で頑張って、貫通力あんまないんだけど、展開力で頑張っていくしかないというところですね。まあ、ちょっと、今日見てほしいのはこの最強ムーブなんで、はい。やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。いや、これは、まあまあ、なあ、どうだろうな。ちょっと、G とか打たれて普通に無理だな。カーテンライザー。じゃ、誘発受けめっちゃ悪いんですよね、このデッキ。マジで。普通にね、ウララもつらい、ゾウジーもつらい、無限包囲つらい、エフェクトベーラーつらい、ドロールつらいみたいな感じのデッキなんで、めちゃめちゃつらいです、普通に。はい。まあ、ザ・ファンデッキみたいなとこあるんだけど、あ、でも、割と展開通るぞ、俺。お、展開通りそう、やった。展開通れば、まあ、結構強いんでね。はい。まあ、ファンデッキの、特徴というか、展開通れば強いけど、展開通らんみたいな感じじゃないですか。あれです。はい。言うて、これ展開通ったら強い、普通に。はい。で、キューティクル効果、キューティアちゃん効果によって、これはまあ、さすがにドリーミアでいいかな。はい。で、これ、だいぶモンスター前に並べられそうですね。で、ペンデラモンスター2体で、まあ、エレクトラムを出していく。まあ、あと、ニビル飛んでくるかもしれないか、あとは。エレクトラム、ちなみにニビルも、まあ、きついですね、普通に。まあ、一応、ハオールの魂で頑張るしかない、その、まあ、その後場合は。で、エレクトラム、の効果で、なんだっけ、アストロを、まあ、送っといてからアストロを回収していくという、まあ、いつものムーブですね。まあ、とりあえずちょっと一回ドリーミアちゃん出していきますか。ペンデラムスケールに、ドレミコードがいると特殊が見きて、で、エレクトラム効果発動して、クーリア爆破すると、エレクトラムが回収、あ、エレクトラムじゃない、アストログラフ回収できて、アストログラフ効果と、エレクトラムが効果、チェーンして発動して、アストロガラフ特殊召喚、クーリアサーチですね。で破壊されてるんで、クーリアを回収。で、レーテルコワンドロー。あー、なるほど。悪くないですね。どうしようかな。展開力めちゃめちゃ過剰ではあるんだけど、まあ、これ、ビヨンド持ってきて、で、ビヨンド効果。
これはそうっすね、オットアイザー、オットアイズ出しにいけるか。これスケール上げれるんで、ちょっとディゾルバーで、でエレガンス発動します。これちなみにビヨンドザペンジュラムくんがの効果使った後はモンスター効果はもう全部無効になっちゃうんで、ペンデラム召喚するまではね。なんでペンデラム召喚は必ずしなければならないというところですね。でこれでこうして、でハルモニア発動して、ハルモニアでピースケル上げましょう。でこれ9で、効果発動してドレミコード回収、まあどれでもいいけど、これ OK で、これでペンデラム召喚ですね。まあ、とりあえずエレクトラムと、まあクーリアかなんかでいいかな。で手札からディゾルバー、これでいいな。揺れろ魂のペンデラム、天空にかけ光の枠、ペンデラム召喚、現れよ俺の美しきモンスターたちよ、かわいいエッチで、ディゾルバーバックターンで、効果は起動しない。これちょっとこんだけね、盤面にモンスターが並ぶと逆にちょっと、ちょ一旦融合するわ。これペンダルスケールのモンスターも素材にして融合できるんで、おったりディゾルバーとキューティクルちゃんで、これでボルテックス出して、これあれですね、なんでお前 NR やねん選手権で結構上位にランクインしていた、最強カードで、まず1回トガ姫爆弾させて、まあそれでいいか。でこうでしょ、はい。でトガ姫ちゃんのね効果が、自分の墓地の炎属性を特殊ができるんで、これでエレクトラムをもう一回蘇生させて、もう一回使い直すということなんですね。はい、マジでさ、これ盤面こんなにいらなかったの思ってたこんなにいらんかったわ。でトガ姫と、これでいいか。これでピットナイトアーリー出して、エレクトラムでピットナイトアーリーを爆破して、これ爆破すると後で帰ってくるんでね、これ非常に優秀なんですけども、こうして、でまあなんどんもいいんで、アストログラフ、まあこれアストログラフ回収するまでもないけどね、もうこれなんかモンスター数足りてるんですよね、実はやりたいこと全部できてるんですけど、まあ一応出します。これ出したら回収できるんだっけ、これ回収できる、回収は単1、ちょっとあんまペンデラム結構はまあまあヤプなんで、ああこれ回収単1か。でやべえ時間ねペンデラムってさ、展開してるだけでさ残り時間どんどん減るけど、これ仕様ですか。はい、でグランドリミコードクーリアちゃん爆弾させて、で覇王竜セットして、でこれでエンドですね。でピットレターリーが墓地から蘇ってくるんで、リンク先に置いて OK。 これでクーリアの妨害とピットレターリーの妨害とボルテックスの妨害と覇王竜の妨害あるんで、一応4妨害ぐらいありますね、一応現状ね。まあまあ棒があるっしょ普通に。はい、さあ結構相手の動き止められますよ。プラネットパスファイナー、なるほど。んー、クシャトリーだかな、プラネットパスファインダーリリース、いいでしょう。これでパライゾス、いいでしょう。でパライゾスを発動して、まあ多分ユニコーンかなんか、まあ、フェンリルか分かんないけど、まあ、持ってくるといったところですね。これ辺はまあまだいいんじゃないですか。言うてね、ボルテックス君が結構、まあ、万能無効なんで、まあ、そこ当てればモンスター消せたりとか、まあ、しますしね。でクシャトリユニコーンいいでしょう。でクシャトリがユニコーン君が爆弾してくる、入場はいい、ユニコーンって効果発動、まあ、これはさすがにボルテックス、ボルテックスの効果発動、これによって相手の、これちなみにバースで蘇らせようとかそういうね、うざいことやってきたらもうハオールで全部突破するわ。で
番組が。バゴーン。さあ、モンスターがいなくなっちまったな。召喚権はもう使ったぞ、相手。つまりバースがないと展開できないはずだ、これ。あんのかーい。いや、もう撃った方がいいでしょ、それ。さすがに。2枚目やってもまだなんとかなるからね、これ。まだ無効あります。ちなみに。さあ、覇王竜ザーク君が爆弾していく。現れよ。そしてザークが特殊召喚に成功した場合、全部発する効果発動するが、普通無効になってるんだけど、ドルミコのクリアのリンク先のペンテラモンスターの効果は、無効化されませんので、これで一撃ブッパが入ると。あまりにも最強。これが覇王ドルミコードのパワーよ。これが最強。さあどうする。バース2枚目だけやめて。イエーシ。いやまあね、展開通れば強いんで。名推理2枚最強じゃね。これはだいぶ手数出そうですけどね。あ、ちなみにこのデッキね、あの高校ばかりとか普通に無理なんで、あの先行取るしかないですけど。先行、あ、なんかいけそう。名推理は、さあさあ名探偵、一体何レベルが出てくると思う、このデッキ。まあ言うてに結構当たるからね、このデッキ。すごいレベルバラバラだから。おしよしよしよし。で、デクラティバイナー特殊召喚効果増で、取り扱いヒエラルキア効果発動してリリース。で、まあ、ちょっと、キューティクルモンスターかぶっちゃってるけど、まあいいか。で、ディヴァイン、ディヴァイナル効果。キューティクル。で、キューティクル効果。これもドリーミアですね。で、ちょっと、と名推理、いやでも、難しいな。名推理後打ちでもまあいいんだけど、今のところは。ただ、無駄がなさそうなんですよね。で、無限法要とかもなさそう。なので、まあ、割と普通に展開通るんじゃないかな、これ。エレクトラム、爆弾させて、効果発動、まあ、これは普通にいつもアストログラフを送りまして、ペンデラムって、まあ、大体この動きすればね、まあ、あの盤面は形成できるんで、まあ、言うてね、分かりやすいっちゃ分かりやすいですよね。ドリミコードとかは特にね、ペンデラムテーマの中では非常にその触りやすいというか、はい、いうテーマになってますんで、よかったらね、皆さんもちょっと触ってみていただけるといいかなと思うんですけども、まあ、とりあえず、ヘビーメタルホースエレクトラムとアストログラフの効果でこれチェンシ発動して、アストログラフが出てきて、オゲイ、はい、で、ドリミアちゃんを回収で、ワンドロー。墓穴。いまいち。墓穴とかね、名推理とかがあるときは、マジックビーストとかがいるとね、結構強いんですけども、まぁ、ちょっといないんで、普通に打ちますか。さあ、レベルをいくつに宣言しますかと、もう大体見ましたね。今言ったな、レベルが何個、何個のデッキが、なのか、何貴様ドルミコード有識者か。やるな、あいつ。くそ。うざ。ちょ、面推理、2発目は、失敗ということで、まあ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 、なんとかなるとは思います。当たるとね、結構また上振れ展開ができたりするんですけども、まあ、クーリアちゃん持ってきて、でクーリアをペンデラムスケールにセッティングで、キューティクルペンデラムスケールにセッティング OK で、ペンデラム召喚、どれでもまあいいっちゃいいね、これは。まあこの辺は全部素材になるんでね。あんま関係ないですね。で、これは、まあ後打ちでもいいし、今出してもいいし、まあどっちでもいいんだけど、まあとりあえず出しておきますか。なんか暇なんで。暇なんで出しといて、はい。ほい。アストログラフ。からの、ドリーミア。アンドドリーミア。OK? で、ビヨンドは効果発動しない。で、一旦、トガ姫を作りに行って、で、はい、これとこれ、おいっしょと。で、トガ姫効果、エレクトラム、回収、ゲイ。この動きがね、めちゃめちゃ強いですよね。ペンデラムテーマだから、トガ姫の効果、登場によってね、すごくね、強くなってると思います。で、ピットナイトアーリー出して、よいしょ。で、ヘビーメタルフォースエレクトラムで、ピッタリ爆破しながら、
アストラグラフ回収してアストラグラフ特殊召喚と。これね、これ非常にね優秀ですよね。これでまあ一応ねトガ姫を墓地に遅れてるんで、あの妨害やってるんですよね、トガ姫が。でピッタリタリーは後から帰ってくるということで、でヘビーメタルフォーズエレクトラムとアストログラフで、グランドルビコードの方のクーディアちゃん出して、で余ったモンスターでマスカレーヌ出して、はい、どうすかこれ、普通強くないですかこれ。盤面としてこれマスカレーナの隣にピットナイトを置くことによって、マスカレーナの効果でピットナイトアーリーの効果がチェーンして、あの実質無効になりますからね、相手のモンスター。マスカレーナの効果が実質だから交換無効がついてくるみたいな。これユニコーンする場合墓穴、いやーでもセットしてえな墓穴は。ちょっとマスカレーナは、まあ、いいや、アクセスコードとかにしよう。これなんかあれですね、手札コストちょっと足りなくなることありますね。まあ一応今回ユニコーン、トレミアユニコーン入ってるんですけど、トレミアユニコーンのコストないという話ありますね、これね。はい。まあしゃあねえか。まあ、これもまあまあの棒がありますからね。覇王の魂で、全部っぱ効果もあるし。あー、はい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 。なるほど。でもこれ、墓穴でいいんじゃない？ルベリオンなんか、墓地に置いといてもいいことないから。しかもサーチ入ったら余計めんどくせえし。でこれで普通に除外させてもろって、削らなくていって、これで、リブリオンか除外。なんだろうね、ドラゴンリンクかな、ドラゴンリンクか、まあ、楽園か、まあ、ちょっとわかんないけど。アレバスの楽園、なるほどやばいことしようとしてる。まあ、向こうあるからね、こういう、モンスターは結構避けやすいですね。ドレミコードは。さあ、手札を捨てるカードを選んでおりますが、お、楽園の獣、なるほど。まあ、グランドレミコードクーリアの効果かな、先に。発動して、まあ、ちょ、リンク先開けれるでしょ、多分、マスカレーナで。多分。で、グランドレミコードクーリアちゃんをリンク先に出すことによって、相手が発動し、効果を無効にしていく。でエクストラデッキに、偶数の、ドレミコードを加える。でこれで効果は無効になっている。カルテシア特殊強いね、やるね、カルテシア特殊やるね。はい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 、いいでしょう。まあ、これはまあ一旦スルーかな、一旦スルーで。さあちょっとですね、マスクマスカレーナの効果使いに行きますかね、ここは。マスカレーナ効果って言って、で、その効果直接支援すると、ピットライトアーリーの効果が発動できて、リンク先のモンスターの効果が発動すると、フェドロモンスター、モンスターの効果無効できるっていう効果ありましてね。で、これでだから実質そのマスカレーナの効果を使いながら、相手のモンスター効果を無効にしていくと。だって出てくるモンスターが余ってくるんだよ、ちょっとね、ここね、リンク4くらいのなんか、エクストラムとかは出せねえな。なんか、リンク4くらいのなんかいい感じのモンスター入れた方がいいんだけど、ちょっとエクストラがないんだよね。ハオーリーの魂入ってるんで、ちょっとアクセスコードとかを謎に出していきます。ここなんかいいモンスターいねえかな。リンク4の、まあ、モンスター2体で出せるリンク4とかでね。なんかいればいいんですけども、あ、ジーランティスとかいいかも。なんか総合リンクだし。ジーランティスとかは割とありかもしれんな。で、さらにハオーリーの魂で全部っぱ入るんで、相手のフィールド。さすがに強いですよ、これ。おっと、なんだこれは。アナコンダ！なるほどね。まあ、そんなモンスターの効果発動させないからね。ハオーリの魂を発動。ハオーリの魂によって、あられよ！インチキ召喚！ハオーリザーク！インチキ効果発動！これは、わけわかんねえよな、これ。この挙動わけわかんねえよな。グランドリミコードクーリアのリンク先に入れるとね、ペンジャルモンスターの効果無効にならないから。だから全部入るんですよね。これマジ、よしめちゃめちゃ強え。なあ、先行が欲しい人生でした。先行ください、先行ください。ウォウォウ先行ください。軍艦やるじゃないか。寿司屋、寿司屋だ、寿司屋、寿司屋強え。いや、ウニ出たー。いやー、寿司デッキ久しぶりに当たったな。
はい、次の軍艦いいでしょう、いいでしょう。いやーこれ店長くせえな、これこれ店長だろ、これ店長未来利用ですよね多分。うわー店長来た、店長おめえマジで、店長バカおめえ。オッケーエクシーズ未来利用、オッケーいいでしょう。でセットセット、まあまあ未来利用ぐらいだったら、まあ未来利用ぐらいだったらまだなんとあんじゃねえか。カテナイザーオッケー、手数結構出るねこれ。でなんか未来利用くらいであればワンチャンね、あーこっちはねえよ、先カーテンライザーだ、カーテンライザーペンデラムスケールセッティングで、カーテンライザー効果で前出る、オッケーでこれで前出るでしょ。でまあ、とりあえずマスターケルベロス発動で、マスターケルベロス効果、自分叩き割ってデッキからキングジャッカル持ってくるで、キングジャッカルペンデラムスケールにセッティング、マスターケルベロスで多分踏めるんですよね、未来竜王は、まあ、絶対多分相手打ってこないといけないんで。でこれマスターケルベロス特殊召喚する、いやこいつがね結構ねあれなんだよね、4つ除いて相手フィード、そうだよね、だから4つ魔法カードを2回使えばいいわけだ、つまりまあ、とりあえず竜の霊廟発動で、で竜の霊廟の効果で、ダークブルームを送る、まあ今あんま関係ないんだけど、ダークブルームを送るで体2個取り、2個発動されるで、グランドレミコード、じゃグレンドグランじゃねえや、ドレミドドレミコードクーリアで、これで4個になります。これでね、まあ、絶対まあ使わないといけないんで、未来竜王くん、なんだこのチェーン、やめてくださいよ、なんか余計なカードは。多分無限法要じゃないと思うんだよな、無限法要だったら多分ペンデラムスケのところに置くと思うんだけど、まあちょっとわかんないけど、まあ、でマスターケルベロスの効果発動、これ無限法要って言われたらかなりきついですね、普通に非常にきついです。未来竜王は使ってください、少なくとも。あ、オッケーオッケーオッケー、未来竜王は使ってくれた、まあそうだよね。でこれでパクられて相手の盤面に寝返ると、はい、いいでしょう。こっからだな俺の遊戯王は、こっからが俺の遊戯王で、ドドレミコードキューティクル召喚して、キューティクルの効果、ドリーミアで、ドリーミア特殊召喚、これであとはあのクセカードが何なのかによるんだけども、展開通れば多分まくれます。はい、でペンデラムモンスター2体でエレク出して、エレクトロールだ、これこれはカーテン、まあ何でもいいか、どれでもいいけど、エレクトラム出していく、でアストログラフ回収からのみたいな動きをね、いつも通りしていくというところで、そのクセカード何マジで、それによるんだよな、ここに無限紅葉って言われると結構きついですね普通に。え？あ、あ、え、赤ズーはやばくない？あべ、赤ズーはやばい。ちょっと待って、これ俺リンクできんやん。え？スケール貼る。リンクできないんだけど。ペンテラもできないんだけど、エクストラモンスターズを封じられたから、やばっ。おい、ちょっとこの踏切一生開かないんだけど、ちょっと、いや相手これ気持ちいいだろうな、これ刺さるデッキめっちゃ少ないんですけどね、僕にはちなみにガン刺さり開かずの踏切。